大将バカだと敵より怖いという言葉がありますが、我が国の安倍総理大臣、二階幹事長、阿保財務大臣、とにかく無能を晒しております。世界中に大バッシングの嵐です。中国には33の省があり、湖北省、浙江省よりも死体が、死人が多く出ている省が19もあることをご存知ですか。なのにまだ我が国は武漢からの人たちだけを止めて、未だに1日800人もの金持ちの中国人が避難してきております。1週間に5600人、1ヶ月に3万人の中国人がこの国に流れてきて、マスクの行列に並んでんですよ。もう武漢から逃げ出した人たちが、500万人300万人とも言われてます。武漢が封鎖される前にですよ。 WHO が1月23日に中国に入りました。その時緊急事態宣言をするほどじゃないと言いました。それで旧正月、1月24日から1月30日までだったですよね、中国の。それを伸ばして2月10日までにしましたよね。普通ありえないんですよ、人命より経済を大事にする中国が。そんなことありえないです。それで WHO が1月31日に緊急事態宣言をしました。なのにこの国は未だに中国に忖度して中国人を入れてます。ありえない。でマスクに行列に並んでる人、 N95 マスクっていう特別のマスクじゃないとこの菌は、このウイルスは関係ないです。だから並んで、中国人と一緒に並んで感染しますよ。これ気休め、俺が自分がなってて人にうつさないため、もしなってた場合、そのためにしてるわけで、うつらないためにやってるわけじゃありません。ご理解ください。外国人はこの国で倒れても外国人指定感染法があるからタダで医療見られるんですよ。俺らは金かかるんですよ。だからこの国もう保険適用した方がいいです。このウイルスは安倍さんが悪いんだ。あと生活安定緊急措置法、買い占め売り惜しみ防止法、この2つ、生活2法すぐやれ。この本当に安倍さん。